道民の森は北海道石狩郡東別町と川戸郡月形町ある森林レクリエーション施設。水源の森百選に選定されている東別水源の森地域になっている。北海道が1985年の国際森林年を契機として所有する約1万2千ヘクタールの森林に整備した森林総合利用施設。森林公園の面積としては 日本国内最大になっている。6カ所の地区に分かれており、森に集う、森に学ぶ、森に遊ぶをテーマに森林と親しみ、森林を知り、その恵みを受けながら、自然と共に生きる心を培う、場の創出を目指している。開園期間中は、様々なイベントを開催しており、同民の森ボランティア協会が活動しているほか、森林環境教育事業として、 子供たちの好奇心を目覚めさせる自然の不思議や感動する気持ちを大切にした環境教育プログラムを設けている。カムイジリ地区では牧野跡地の水源観葉機能の回復、維持などを目的とした水源の森づくり活動を行っている。カムイジリ地区一番川、地区青山ダム地区青山ダムに隣接している。2016年度からパークゴルフ場、 トロッコの施設を廃止し、ボランティア団体などが森林整備を行うフィールドに転換する。牧場南地区、青山ダム地区と同様に、ボランティア団体などが森林整備を行うフィールドに転換する。月形地区青山中央地区登山は、カムイジリ地区からカムイシリ山に至る3つのコース、一番側地区からピンネシリや熊ネシリ山に向かうコースがある。ありがとうございます。